今回の動画はですね、速い球を投げるためにどういう動きをしていくかということをですね、投球フォームの中でフェーズごと、項目ごとにですね、説明していきたいなと思います。横に移動していくというものがないと、まあ、速い球が投げれません。はい。で、この横移動をするために皆さんは、踏み込み足側の足を上げてキャッチャーに移動していくということをします。まあ、あまり球が速くないとか、まあ、伸び悩んでしまう方の選手、膝が曲がってしまうという選手はこの方に投げてしまいます。で、そしたら次この軸足の膝をこう曲げてから投げようとしちゃうんですね。はい、どうも、ドゥベースボールのマナブです。今回の動画はですね、速い球を投げるために、どういう動きをしていくかということをですね、投球フォームの中で、フェーズごと、項目ごとにですね、説明していきたいなと思います。はい。で、今回の動画はですね、1から10ですね、最初から最後まで一つの動画にまとめてしまうとですね、かなり長い動画になってしまうので、何項目かに分けて動画にしていきたいなと思います。はい。で、今回の動画を見ていただくことによってですね、まあ、仕組みがわかるんですね。速い球を投げるための仕組みがわかってくるので、これを知ってるか知ってないかで、全く成長の、まあ、段階ですね、変わってきますし、あと、速い球がどんどん投げれるようになってくると思いますので、ぜひ、勉強という形で、見ていただけると嬉しいです。で、そして最後の方にですね、その動きをしていくための練習方法だったり、まあ、トレーニング、エクササイズというところも、皆さんにお伝えしていくので、ぜひ、ご覧ください。はい。では、早速ね、まあ、1項目目ですね、説明していきたいなと思います。ボールを投げるためにはですね、まず横に移動していくということをしていきます。はい。横に移動していくというのはね、まあ皆さんが知っている体重移動だったり、まあ平身運動っていうものが、出てくると思うんですけども、この横に移動していくというものがないと、まあ速い球が投げれません。はい。で、この横移動をするために皆さんは、踏み込み足側の足を上げて、キャッチャーに移動していくということをします。で、この動きの仕組みをまず理解していかないといけないです。はい。まあ、あまり球が速くないなとか、伸び悩んでしまう選手のほとんどがですね、この横移動がおろそかにしているんですね。はい。で、この横移動をするためにはですね、足を広げていくという動きをしないといけないです。はい。傾けていくということですね。体をこう傾けていくという動きをしていかないと、横に移動できないんですね。はい。で、この体を傾けていくということを、頭から足で考えてしまうと、頭が突っ込んで、まあ、強い球が投げれないとかになってしまうんですけども、足で考えてほしいんですね。股関節からこの足首にかけての足に関して傾けていけばですね、横移動ができるんですね。はい。で、しかしこれをですね、皆さん最初にしゃがんでしまうということをしてしまうんですね。はい。足を上げて、踏み込み足側の足を上げてですね、まずこの軸足を下に曲げてしまう、下に重心をいって移動するということをしてしまうんですね。これだと効率的に悪い。はい。速い球を投げるためには効率的に悪いですね。まずは最初に横に移動するということを考えてください。で、これ1項目目なんですけど、まあ1項目目から考えたら、まずは足を上げて傾こうぜっていうことですね。横に移動しようぜっていうことです。はい。で、これ、どうやって傾けていけばいいのかということですね。はい。簡単です。体の中心を進ませるということです。股関節ですね。真ん中にあたりにあると思うんですけど、で、この股関節を中心に考えてあげると、この股関節を広げてあげる、動かしてあげるということを考えた時に足が開いていきます。これを皆さん膝からやっちゃうということです。しゃがむというの、はい。まずは自分の投げ方を、まあ、イメージしてもらったりだとか、まあ、動画を撮ってる方だったら、まず自分が足を上げたら次どこから始動してるのかを確認してみてください。股関節から始動できている方はですね、しっかりと移動がまずできてます。はい。下にしゃがんじゃうと力がロスするので、まず移動するということを考えます。で、この時にですね、この股関節に体重を乗せていきたいんですね。で、この股関節に体重を乗せることによって、お尻の筋肉を使えるようになってきます。はい。そのためにはですね、まず頭を残すという感覚を持っておけばいいですね。一緒にこうやって傾けていくと同時に、足と一緒にこうやって頭が傾いちゃうとですね、ここに体重が乗らないんですね。広げていくと同時に、まあ開いていくですね。と同時に、頭をこの位置からずらさないように、なるべく残してあげるということをすれば、ここに体重が乗るはずなんですよ。
やってみていただくと分かるんですけど、ここに溜まっていく感覚があるはずです。そこをまず確認しながら、投球フォームがまずこれができてるかなというところと、まあ練習をしてみてください。次ですね、ちょっと絵を見ていただきながら説明していきます。先ほど説明したのは、まあ、僕の体を使って説明していったと思うんですけども、もっと深くね、分かりやすく説明するためにちょっと絵を描きました。ちょっと下手くそで申し訳ないんですけども、まずこの左側にある絵は、まあ、体だと思っておいてください。まあ、顔があって、まあ、上半身、下半身があって、で、この各、まあ、ところに丸が描いてあると思うんですけど、これ関節ですね。骨を動かせる場所に丸を描いてます。で、まあ、肩、こう動きますよね、肘動きますよね、まあ、手首動きますよねって感じなんですけど、まず最初に注目するのは足ですね、下半身。で、僕が先ほど説明したのは、ここの部分、この赤く丸くしてるところ、ここを動かそうっていうところです。ここを中心に考えてあげると、この足がこのように開くことができるよっていう仕組みになってます。けど、球があまり速く投げれない方というのは、この膝を曲げてしまうんですね。これを動かして足を開きたいんですけども、球があまり速くない選手に関してはこの膝が前に出るようなイメージでまず曲げちゃうんですね。移動する前に速い球を投げるためにはまず横の移動というところが大事になってくるんですけども、横の移動をする前にこの膝を曲げてしまうので、しゃがんでしまうという動きをしてしまうんですね。この膝が前に曲がろうとすればしゃがみますよね。それをしてから横移動しようとするので加速できないんですよね。まずはここを軸足の股関節というところを意識してほしいということです。今の僕の説明を踏まえて、じゃあ具体的にどういう投球フォームなのかっていうところを今僕の体を使ってですね説明していきたいと思います。で、先に悪い方の投球フォームですね、まあ、あまり球が速くないとか、まあ、伸び悩んでしまう方の選手、膝が曲がってしまうという選手はこの方に投げてしまいます。まあ、セットポジションで考えてください。まずは、まあ、セットポジション構えますよね。 でこっちがキャッチャーとして考えた時に足を上げますね、踏み込み足の方で、そしたら次この軸足の膝をこう曲げてから投げようとしちゃうんですね。足を上げて曲げて曲げて曲げて投げる、これをしてしまうんです。これをしてしまうと、まあ横の移動がまず最初に来ないので、軸足に体重乗せなさいとかっていう教えを、まあたくさんの方がされてたと思うんですけども、そこを意識すぎてまず曲げてしまうっていう人が多いんだと思います。おそらく。はい。ではなくてですね、ここを傾けて頭を残す時点で軸足に体重が乗る仕組みになってるので、それで十分なんですね。わざわざこうやってガンガンガンとしゃがまなくても大丈夫ってことです。悪い例は、こういうことです。で、まあ、僕が今お伝えした最初に横移動しようっていうところは、まあ、項目ごとなのでまずは傾けるだけで考えてください。これだけ、ここから、はい、こんな感じ。もう本当一瞬の時間なんですね。足を上げてまず一瞬こうなるだけ、はい、股関節から移動していく。この動きができている選手は球が速い、無駄なく力をボールに伝えていくことができる選手です。今回この1項目目で説明してるんですけども、まず傾くことがさえできなければ加速もできない。はい、項目目ではこの傾いていく移動していくものに対して横移動ができます。その次はこの横移動の加速というところを2項目目では説明していきたいと思います。で、まずこの横移動をするというための、まあ次はですね、トレーニングとエクササイズをですね、まあ投球ドリルという形でお伝えするのでご覧ください。次はですね、具体的にそれを癖つけていくための練習方法を説明していきたいと思います。はい、でまずはですね、まあこういうラックとか外で練習する方であればフェンスだったり、まあ、壁を使ってやってもらいたいんですけども、まず持ちますね。はい、触れときます。で、それを触れときながら、手で触れときながら、ただただ足広げるということをやってください。はい。で、この時注意ポイントがあって、つま先の方はおへそ正面向いてるような形で広げてください。上を向くような形では開かないでください。ずっと正面を向けたまま開く。はい。まあ先ほど僕が説明したように、
まずこの股関節から足を開いていくという動きをしないと横に移動することができないので、まずこのエクササイズアップがてらやってもらえるといいですね。で、まあやってもらうと分かるんですけども、回数重ねることによってどん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 このお尻がですね、どん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 張ってきます。疲れてきます。まさに負荷がかかってるんですね。はい。で、このお尻に負荷がかかってるということは、簡単に言うとこの股関節を動かすための筋肉はこのお尻だということです。で、なのでこの野球選手ってお尻が大きい方が多いと思うんですけども、要するにですね、この横移動の動きが上手い選手がこのお尻どんどんでかくなっていくんですね。まあそういったまあこともあるので、まずはこれから野球やるんだぞっていう時にはですね、横移動は必ず行うことなので、野球はこういう足を開くということをやってみてください。で、これがですね、柔軟性だったり可動性というところで可動域が広がってくるとですね、どんどん高く上がってるようになってくるんですよ。要するにですね、横移動できる幅が広がるということです。はい。それができるようになったら地面を越す時間が長くなるので、それが加速につながってくるというところもあるので、まず足を開くというところをできるようにしてみてください。で、そのためのまずこのエクササイズです。まあ僕は目安20回から30回をやってます。はい。皆さんもぜひ、まあ、10回ちょっと少ないかなと思います。20回から30回ちょっとやってみてください。まずこれ動かすというところで、中点で置いたら全然戻してからやってもいいです。はい。で、ちょっと負荷をかけたいなっていう、ちょっとレベルの高い選手に関してはですね、ちょっと開いたまま開く。そうするとですね、ずっと筋肉にですね、負荷をかけたまま開くことができるので、まあ、トレーニングにもなってきます。はい。で、もっともっと負荷をかけたいなという方に関してはですね、バンドをつけてみてください。こういうのでですね、スポーツショップとか、まあ、100円ショップでも売ってると思うんですけど、こういうのがあるので、これを足首につけて、開く。こうすることによってもっとさらに負荷がかかったりします。で、さらにですね、次これただ単に開くというところでやったと思うんですけども、投球フォームの中でのエクササイズを次お伝えしたいと思います。はい。次はですね、まあ投球フォームの中でこの動きを身につけていくというための、まあ投球ドリルというかエクササイズをお伝えしたいと思います。はい。またこれも壁を使っていくんですけども、まあ、今回僕はラックで使っていきます。はい。で、踏み込み足側の方の足をですね、壁に、まあ、蹴るような形というか押すような形を取ってください。こんな感じです。はい。で、そしたら、まあ、軸足側が地面に触れてるという状態になって、踏み込み足側が、まあ、浮いてるという状態になってると思います。はい。この状態を作ったらですね、次この軸足側を壁の方に押し込んでください。股関節から、これポイントです。股関節から壁に押し込んでいくようなイメージ。この時に膝が曲がらないようにしてください。こういう意味です。で、これ繰り返します。はい。で、これ奥に行ければ奥に行けるだけいいので。はい。で、この感覚が大事ということです。で、この時に頭がこっちじゃないです。ここに今ある位置に残しとくようなイメージで傾ける。傾ける。傾ける。で、この時にですね、後ろからちょっと押されるようなイメージでやると膝が出てくるんですよ。後ろからちょっと押されるようなイメージでこっちに押し込んでしまうと膝が出てきます。これ注意です。真横またはちょっと前から押されるぐらいのイメージでもいいです。こういうイメージ。そうするとお尻が引いて膝も出てこないで傾けることができます。ぐーっと傾けることですね。で、頭を残す。このエクササイズをやって投球フォームを作ってください。はい。で、これをやったらですね、まあ実際に投げてみようというところで、この形で投げていくのがあります。今、押し込んでるイメージを残しながら投げに行く。そうすると傾けるのを中心に、まあ、重点に置いてボールを投げるようにやっていきます。こういう、まあ、エクササイズがあるので、ぜひ皆さんもまずはこの横移動するためのエクササイズだと思って取り入れてみてください。さあ、種類の、まあ、エクササイズをお伝えしたと思うんですけども、次の動画でですね、今横移動っていうところで説明したんですけど、横移動だけだと球速が上がりません。この横移動を加速させるんですね。要するに速く移動する、まあ、強く移動するっていうことです。はい。横移動を速く移動する、加速というところで2項目目は説明していくので、はい。で、この加速の部分はかなり重要なところであるので、
皆さんぜひ見逃さないように見ていただきたいです。はい、まあ、こんなに詳しく説明するのもあんまりないので、はい、ぜひね皆さん参考にしてみていただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。僕が球速アップを求める際に一番おすすめというか意識してほしい移動の仕方がこれです。